鶏の唐揚げ。そうめんの次は唐揚げです。ある冷凍食品の調査によりますと、お弁当のおかずの1位が卵焼きから鶏の唐揚げに変わったそうです。そういえば遠足の時も運動会も若かりし時のデートの時のお弁当にも鶏の唐揚げ入っていました。ジュリーさん、ケイさん、鶏の唐揚げはお好きでしょうか？俺たち運動会の時もそんなデートの時も入ってなかったよ、鶏の唐揚げなんて。俺たち唐揚げ世代じゃないもん、ね、全然違いますよ。え、唐揚げなしですか？ないない、唐揚げなんかない、見たことない。先生、ウインナーだよ。赤いウインナーですよ。あの赤いやつの魚肉ウインナーです。あ、魚肉ウインナー、ですよね。唐揚げなんて運動会なんてもう誰も持ってないよ。卵焼きの大ごちそうよ。そのお二人から急にわーって言われると、じゃあいつごろ一番初めに唐揚げ召し上がったのっておいくつぐらいの時ですか？唐揚げってね、だいたいうちで作んないよね。僕んちは作んなかった。で、うちにもなかった。中華料理屋さんの、それも来々軒的じゃなくて、ちゃんと高級肉団子とかあるような、そういった中華料理店の唐揚げ。だから、ちょっと味がついてるのね。八角の味とか、漬け台になんか中華っぽい。そういうのは食べて、なんだか、漢方みたいだなと思った。八角がね、子供の頃はね。でそれからケンタッキーですよ。全集合の時なんかでも唐揚げってまず蔦屋の弁当入りませんよね。ですね。お弁当、唐揚げ弁当とかなかったですか？ない、だって取り安いじゃん、原価。だからあんまりごちそうじゃないもん、唐揚げは。唐揚げはなんかそうね、カラオケ行ってもさ、必ずあるじゃん。ありますよ、メニューに。あとあのフレンチポテトと、そういうのってありますね。ごちそうじゃないもん、なんか。あ、そうか、じゃあ。なんかあれはね、おかずじゃないの気がするんだよね。そうそう。唐揚げですか？おやつ。おやつっていう感じ。そんな感じだね。あんまり僕手出さないですね、唐揚げって。あ、出てても。たまにあのニンニク味なんかでつけてる揚げたやつが美味しいと、あ、これが食えるなってなるけど。うちなんか唐揚げって言ってもね、天ぷらみたいに衣つけて。唐揚げ粉とかじゃなくて、それをカリッと揚げといて、酢醤油で食べる。唐揚げを。へえ。その方が、で、あとキャベツ刻んでおいてね。あ、キャベツ刻んで。まだ唐揚げの子たちは、あれはうまいなっていうイメージ、俺は特にないね。それよりも焼き鳥の方が好きだね。焼き鳥の方が、同じ鳥ならば。あ、そうですか。焼き鳥の皮だったら食うけどね。皮だったら食べるけどっていう。でケンタッキーでもね、頼むとももだけくれっていうこと いけないの？ももだけ欲しいわけや。それなのにパサパサのとこがついてくるわけよ。パサパサがダメなんでね。もうあの胸嫌なのよ。あ、ダメですか？あのパサパサ好きな人多いんだけど、器もやっぱりももしかダメ。3系入ってると、必ずね、ももと胸と出歯が入ってくるじゃん。入ってくる。出歯はまあ許すけど、この胸が嫌なね。塊が。そう。で、パサッ。でも、それは好きな人用に、胸だけ好きな人って。フリーチョイス制になったらいいですね。そうそうそう。そうね。手歯だけとかね。目方とかね。今、あっちの方が僕は好きで頼みますよ。名古屋の。入りましたね、手羽の唐揚げ。はいはい。あっちは結構、飲むのにはピリピリしてうまいね。いいですね。あっちの方がいいな。めんどくさくてね、あれね。めんどくさい。めんどくさいっていうか、もう骨のそばがうまいから、そうそう。もう軟骨まで削いで、こう、クククククってやっちゃうわけ。カニを食べるぐらいな、こう、集中力。無口になるわ、手は汚れるわ。ウーロン茶、手洗わないと。べっちょべちょになっちゃう。でも美味しいですよね、あれはね。唐揚げだったらむしろ今最近だったりするボンチリとかいうのがうまいですね。そう、あれはうまいと思うね。ボンチリ？ボンチリ。肛門。ボンボチとかいう焼き鳥では。後ろのおけつの尾てい骨の上の。ああ、尾てい骨が入ってるとこだ。ですね。だから卵が出たら入ったりするところだからすごくいいなとか。筋肉が。ちょうど端の方のこう、脂肪分が多いね。油乗ってて。それうまいね。それをカリッと焼くと。うまいですね。今日は焼き鳥しようかな。じゃあとりあえずこの辺で締めて、後でそのぼんじりでも食べに行ってください。以上です。
今週もお別れの時間になりました。今月のエンディング曲は天野月子さんのハニーでお送りしています。唐揚げの歴史が浅いことにはちょっとびっくりでしたね。もう俺たちはね、今の若い人は唐揚げとかすごい好きだからね。もう定番ですね、うん、ないと嫌かも。焼き鳥の方がいいですね、うん、焼き鳥から軟骨の唐揚げはいいね。軟骨もねのんべえ膝のところの方が好きだね。膝の軟骨が膝の軟骨がこだわってらっしゃる。皆さんからでは締めの一言をお願いします。ぼんじりまた来週。トリュフと入る大変でしたよね。あの時はね、ちゃんとね、輪っかを作ってくれたの。時々の志村さんがバカでかいフラフープやってるじゃん。うわーって、はい、あれのもっとでっかいやつを作ってくれて、で、ラッカさんがちゃんと入るようにして、うんうんうん、もう袖にくらってしまったら、それをゴロ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 と出してきて、ひゃーってバーって小松さんがやったり。へえ、うん、でもやることがね、こうドーっていうほらあのしてるけど、それ歌が負けてないってそれすごいと思わない？ね、そうね。普通負けるよあれ。そうなんだね。でもあの落下さん以上のものはもうしばらく考えられないでしょうね。ねあれはすごかったです。でも今回西田見た？いや、ま、見てない。綺麗なんだよ。黒なんだけど、その上に着てるジャンバー可愛いんですよね。うん、これまでの上着ですね、うん、そう、おっぱいがついてる。おっぱいがついて、おっぱいを触りながら歌うの気持ちいいんだってやったわけじゃないんだ。いやいやいや、見ただけで、うん、これはいいって、うん、そのおっぱいでかいんですか？大きいと良くないのよ、うん、ちょうど私ぐらい。うん、言ったんじゃないですか。何言ってんのよ。まあ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 。あ、OK、ありがとう。ちょうどいいぐらいの感じを、こう、こう触ってね、ジュテームって歌うの。ジュテーム。っていうタイトルじゃないんだけどね。女神ですけどね。女神。Yeah.